や、お前か。あの螺旋丸を教えたのは。あの術が使えんのは四代目とお前ぐらいだよ。習得できもしない術を教えて正気取りか。その気にさせんのはよしな。だから夢見がちなガキが木陰になるだのとざれ言を言い始めんのさ。もうじい人生になって